敵はいないみたい。あまり気を抜くな。もうこれ好きでしょ。今の技を使うなら勝利を取れ。そんなこと分かってる。来るぞ。おの弱みにつけ込むんだ。お前悪役の方が向いてるんじゃないの。一応もらっとこう。敵から身を守れ。お前で守るよ。どうだ、いけそうか。あ、やるだけやるわ。よっ。
私なんだか強くなった気がする。敵から身を守れ。お前で守る。どう？今の技を使うなら勝利を取れ。そんなこと分かってる。これで決める。敵はいないみたい。あまり気を抜くな。囲まれるなよ。ああ、マジうざすぎ。これだ。囲まれたかな。だとしても蹴散らしちゃえばいいでしょ。チェッ。これで少し楽になったか。ああ、かなりだ。とっておきだよ。今だ、やれ。わかった。なあ、来たぞ。どうする？今の聞いたんじゃない？とっておきだよ。まだ足りないわけ。集中しろ、フレイ。痛い目見るよ。これだ。
力でどうだ。 拾っておけ。 敵の弱みにつけ込むんだ。 悪役の方が向いてるんじゃないの？ ここならひとまず安全そうだ。 ずっと安全だといいけど。
け。これもらってこう。敵の気配がすると気をつけろ。はいはい、分かってるけど。バッチリヒットだね。これで決める。さあ、これはどう？これだ！あとはお前の腕次第だ。言い方がいちいちムカつく。命中！誰もいないな。お前嫌われたんじゃないか。思い当たることしかない。いつからあるんだろう。お前が生まれる前からだろうな。次のはヤバそうだ。今の聞いたんじゃない？あんま聞いてないみたい。Let's go.
これはどうよ。とっておきだよ。よし、チャンスだ。これでも食らえ。この力でどうだ。 OK。 準備ができるまで待て。ああ、時間かかりすぎ。よっしゃ。行け。
試してみるか。ほら。少し落ち着け。撃てるものも撃てないぞ。 この力でどうだ。 畳みかける。
この力でどうだ。 お前を守る力が弱まっていってる。マジ、こんな時に。
くよ。とっておきだよ。うまくいらせ。商品だな。化け物はいないね。まだ暴れ足りないのか。私を何だと思ってんの。ねえ、なんか近くにいる。よし、今のはどうよ。回復させるんなら今だぞ。言われなくても分かってるってば。おいフレイ、生きてるか。フレイ、なるほど、かなりヤバい。
けられる。少し落ち着け。撃てるものも撃てないぞ。うるさい、分かってる。これでどうだ。そう、これじゃダメか。ちょっとだけか。おお、いいもの見っけ。敵がいないといないで刺激が足りんな。言っとくけど、刺激はお前だけで十分だから。何しに来たんだっけ。冗談はやめてくれ。オッケー、始めよう。
フレイ、しっかりしろ。あ、くそ。イワの技を使うなら距離を取れ。そんなこと分かってる。イワだ、やれ。分かった。なんかに使えそう。何かいるな。どうする？ああ、見ないふりするのあり。今の聞いたんじゃない？攻撃はちゃんと選べよ。早く終わらせちゃいたいしね。やってみればわかる。こっちに来る。しゃ、ちょっと、お、行くよ。ふ、気をつけろ。畳みかける。覚悟はいい。あんま効いてないみたい。気をつけろ。はいはい、分かってるってば。これだ。今だ、やれ。分かった。拾っておけ。
敵の弱みにつけ込むんだ。お前悪役の方が向いてるんじゃないの？倒せると思う？やってみればわかる。あんま効いてないみたい。オッケー。どうぞ。今のはどうよ。また磨ける。化け物はいないね。まだ暴れ足りないのか。私を何だと思ってんの。危な。決める。そのようだな。でどうだ。何かいるな。どうする。ああ、見ないふりするのあり。やれ。わかった。にゃ。まずい。お前を守る力が弱まっていってる。マジ？こんな時に。ノThank you.
もらってこう。誰もいないな。お前嫌われたんじゃないか。思い当たることしかない。
そこか？よっ。少し落ち着け。撃てるものも撃てないぞ。うるさい。分かってる。あとはお前の腕次第だ。言い方がいちいちムカつく。あれだ。はっ。ね、なんか近くにいる。ご名答だ。
ここは集落か？多分昔はね。うん、なんとも物悲しい風景だ。敵はいないみたい。あまり気を抜くな。到着。ついてしまえば一瞬に思えるな。さて何作るんだっけ。下どうなってる。今までよりも少々危険そうだが、まあ問題ない。多分ね。不安すぎるんだけど。はっ、バッチリヒットだね。何が効くか分かってるな。分かるから黙ってて。ほら今だ、やれ。分かった。さあとどめだ。なんかに使えそう。来たぞ。どうする？くたばりな。今の聞いたんじゃない？聞いてるみたいだね。
で全部かな。そうだな、さすがだ。敵がいないといないで刺激が足りんな。言っとくけど、刺激はお前だけで十分だから。気づかないで、気づかないで。現実逃避も結構だが、死なない程度にしろよ。命中！ノー！商品だな。廃屋は特にな。ああいうの見ると悲しくなるんだよね。さっき言ったあの
向でないと。早く。そうだな。おお、これだ。気をつけろ。攻撃はちゃんと選ぶよ。早く終わらせちゃいたいしね。おお。リワの技を使うなら勝利を取れ。そんなこと分かってる。くらえ。リワだ、やれ。ねえカフ、そういえばなんでお前は昔アーシアに、っていうかいつ来たの。何の話だ。前に別の場所から来たって言ってた。なんで。俺は使者としてここへ送られたんだ。だが俺がここに来た時、タンタたちは対立していて平和的に話し合う余地は残されていなかった。俺の話を聞こうとせず黙らされたんだ。それで腕輪に変えられたの。最悪。なんでタンタたちはおかしくなったの。少しの思想のズレが結果的に対立を招いた。はっきりとは覚えていないが、そこから分断が生まれ、混乱はさらに大きくなっていった。かつては協力し合っていた人々が今ではすっかりバラバラだ。それぞれの国に閉じこもり、その後すぐにブレイクが広がっていった。ブレイクがタンタをおかしくしたの、それとも逆。おそらく全て同時に起こったんだろう。何が素晴らしいんだ、お前が言うそのニューヨークは。秋のセントラルパークでしょ。あとクニッシュ。クニッシュ。ああ、ポテトを包んで焼いた最高のパイ。それを食べてる間はハッピーで、悩みなんか吹き飛んじゃう。それは確かに素敵だな。ここならひとまず安全そうだ。ずっと安全だといいけど。
OK。 よっ、中身は？珍しい風景だし、アングルはどうしよう。こんなもんかな。十分だろう。ジュヌーンで見る景色とは全然違う。正気はまるで指紋のようで同じものはない。人の心が唯一無二であるのと似ている。何？これでどうだ？よし、来た。何かあったか？よし、来た。これを使うよ。聞いたんじゃない？これで決める。今だ、やれ。分かった。気分はどうだ？さっきよりはかなりマシかな。覚悟はいい。何これ？
誰もいないな。お前嫌われたんじゃないか。思い当たることしかない。なぜそこまでしてニューアークに帰りたいの？ニューヨークね。ここが地獄みたいな場所だからよ。あっ！やばい！うん？今はできるだけ敵の攻撃を避けろ。無茶言わないで。目的地まで近いぞ。最後までちゃんと案内してよね。よし、ここで撮影しよう。いい感じ。悪く。あとはお前の腕次第だ。言い方がいちいちムカつく。今のはどうよ。これでどうだ。数はどのくらいだ。そうだね、パーティーでもできるくらいかな。さあとどめだ。
敵から身を守れ。お前で守るよ。サイラはアーシアの防衛を担ってたんだ。じゃあ軍隊とか持ってたの？そうだ。彼女が作った砦に大勢配置されていた。なかったな。それって褒めてるつもりなわけ？好きに受け取れ。まあ拾っておけ。ここならひとまず安全そうだ。ずっと安全だといいけど。超すごいお宝とかあったらよかったのに。こんなボロ小屋に求めるものでもないだろう。確かに。一応もらっとこう。
何かいるな。どうする？ああ、見ないふりするのあり。聞いてるみたいだね。これだ。今の聞いたんじゃない？でかいのが来るぞ。今だ、やれ。分かった。あれだ。攻撃はちゃんと選べよ。早く終わらせちゃいたいしね。化け物はいないね。まだ暴れ足りないのか。私を何だと思ってんの。プレイノストってやだね。岩ばっかり過ごしにくそう。サイラは自分のレルムにも。厳しさを求めたからな。ストイックだね。私だったら絶対サイラにはついていけない。他の奴らとは一味違いそうだな。最高。挑むなら気を引き締めろよ。くそ、これじゃダメか。来るぞ。行くよ。
使うよ。これだ。この力でどうだ。よし、チャンスだ。これでも食らえ。とっておきだよ。うまくいらせ。喋ってないで体を休めよ。ほら。
使うよ。そこ。聞いたんじゃない？聞いてないみたい。この力でどうだ。チャンスだ。これでも食らえ。これだ。
よし、行くよ。よさあ、これはどうよ。だけか。敵がいないといないで刺激が足りんな。言っとくけど、刺激はお前だけで十分だから。何かあったか。簡単すぎるんだけど、サイラはこんな陰気なレルムを統治してたんだ。サイラが陰気にしたのかもしれないが。うん、言うね。
気づかないで気づかないで。現実逃避も結構だが死なない程度にしろよ。高い場所から見れば何かわかるかもしれないぞ。言っとくけど登るのは私だからね。何が効くか分かってるな。分かるから黙ってて。サイラの力について書かれてるみたい。ああ、そのようだ。さあ、とどめだ。一応もらっとこう。敵はいないみたい。あまり気を抜くな。なるほど。見つけたら拾っておいた方がいいみたい。ああ、有益な情報でよかったじゃないか。その本を読むのか？
では訓練しに行くか。ここでは武具の取引も盛んだったみたいだな。そういえばジョーも元鍛冶屋だっけ。ああ今のシパールではあまり商売にならなそうだがな。敵の気配がすると気をつけろ。はいはい、分かってるってば。いや、あれだ。気をつけろ。やれ。分かった。聞いてるみたいだね。うわ！なんかも使えそう。
敵はいないみたい。あまり気を抜くな。疲れたのか？てか、いつも疲れてんの。つまり、通常通りか。ねえ、なんか、近くにいる？ご名答だ。乾燥しすぎ。サイラらしいな。訪問者を歓迎する気はなかったってことだ。いいよね、お前は息苦しくなくて。今だ、やれ。わかった。
敵の弱みにつけ込むんだ。お前悪役の方が向いてるんじゃないの？ここならひとまず安全そうだ。ずっと安全だといいけど。結構いるね。かなりの群れだな。面倒な奴らも。
OK、始めよう。一応もらっとこう。